伸びていくと、そのままスタンドに、いやいい。さてバッターボックスの糸井、どういうバッターなんでしょうか。まあ目の覚めるような速い打球。ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を迎える場面で、これが初球、インコース打ちました、いい当たり、ファウルになります。引っ張った、ファースト取って、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス土井、ツーアウトランナーありません。痛烈、これはショートライナー。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の千賀。どんな投球をしてくれるんでしょうか。バッターは吉田。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている源田。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球です。インサイド落ちました、右中間へのヒット、同点のランナーも出してしまいました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には塩見が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きします、バッターの塩見、どういうバッターなんでしょうか。まあパワーとテクニックを兼ね備えた頼りになるバッターですね。ああそうですか。変化球打った、サードが抑えた、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには平田が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には外の球打った、サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあ走ってきた、キャッチャー送球しアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたが、ここは失敗に終わりました。ふわふわっと上がった、掴んでスリーアウト、なんとか同点のピンチをしのぎました。2回になります、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは6番岡本。ジャイアンツ1点リードで打ちました、いい打球だ、伸び入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。いやか。さてこの森、どういうバッターなんでしょうか。まあ長打も打てて率も残せる頼りになるバッターですね。なるほど、そうですか。痛烈な打球、高い打球、スタンドも越えていった、ソロホームランが出ました。卓球高田、いやか。さあ初球は何か、バントしました、これはファウル、打ちました、これもいったか、入った、ホームラン、いや完璧。セーフティーバント、ファウルです。ノーボールツーストライク、打った、これもいったか、ライト入った、ホームラン、うん、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。バッターボックス吉田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。引っ張った、一気にライトへ打った、バッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、レフト線へ持っていった、深いところフェアになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ追加点。
ランナースタート、キャッチャー送球、三塁タッチアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。打った、ライトに大きな打球、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁、バッターボックス土井、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前のセカンドランナースタート、三塁タッチアウト、盗塁失敗、これでスリーアウト。仕掛けて ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターボックス外、ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回を迎えています。打ちました、打球はセンターへ、ここはフライになっています。バッターは7番に入っている銀次、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました、セカンドの右抜ける、ワンアウトランナー1塁です。8番バッター柳田、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、この打球はフライになっています。